とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー登ってきました。3周頑張っていきましょう。今日はちょっとね、違った装備をつけてて、コグクロスボウ。まあ、使ったことはないよ。とても使えるやつじゃないと思うんで、使ったことは、ほぼないです。でも、まあ、一応、使ってみようか。5連射できるんで、森の矢筒を全部いっぺんに打ち込むことができるのかな。どうだろう。さらに黄金スキルでダイナモ1がついたので一応20まで貯めてます。でもダイナモ1だからね、1は全然増えないんで、どうでしょう。あー、こんなもんか。コグクロス弱っ。チャージアローまでの時間が長い。やっぱり、俺の当初の感想と一緒だわ。コグクロスは弱い。とんでもなくこれ使いにくい。いけ。弱い。いや、一発一発撃つのにもう、すっごい時間かかるからね、これ。いやとても実戦向きではないね。全く使えないと思います。まあまあ取る人はあんまいないか。とりあえず、1周目終わりました。今日は出てくるんでしょうか。今週はね、全くいいのが出てきてない。今週最後にいいのをください。お願いします。どうだ、防具か武器か弓なんかいいやつ。おい、コグクロスとか出てるよ。コグクロス出てるぞ。このね、爆発矢はねダメだった。爆弾矢は263でも弱かった。これはもう検証済みなんでいりません。コグクロスもちろんいらない。カメかいらないな。この 25% の回復ブーストっていうのもなんか微妙なんだよね。微妙。まあ 35% 軽減はいいけども、まあ見た目だけだね。俺が好きなのは見た目はすごい好きな防具なんだけども、性能はいまいち。まあ亀にしますか。ファイアボルトスロアは刻印が1個なので亀をお供え物にします。これ2周目、これできました。ツインボウ、少し前使ったことあったんだけども、これに森の矢筒でさらにはダイナモがついてるので、どうでしょうか。オーバーチャージでものすげえダメージ与えれそうな気もするんだけども、どう、森さらにオーバーチャージダイナモ、とんでもないと思うな。ちょっとやってみようか。いけ。おお、すごい。いいよ。これはいい。なるほどね。わかった。早く倒す方法を一つ見つけた。28回の報酬で、ツインボウにして、で、森の矢筒を撃てば、すげえダメージいく。これ早いね。最速でボスを倒す方法が多分これで間違いない。これ以上早く倒したことにないから、間違いなく最速だったでしょう。では、報酬見てみましょう。なるほどね。森の矢筒とオーバーチャージか。おーい、もう。何この報酬。まあ、コグいらないでしょ。ベビークロスもいらないよね。ベビークロスは、古代狩りのお供え物としてもよろしくないのよ。これ刻印一つなので、いりません。踊り子はね、まあ、古代狩りの方、でも黄金だわ。両方黄金か。まあ、どっちでも変わんないね。はい。では、3周目に期待。それでは、3周目、来ました。またツインボウしてきましたし、森の矢筒
も持ってきました。弱体化のドラもね、さらに持ってきた。これでめちゃくちゃ早いよ、めちゃくちゃ早い。で、エンチャポイント13あるから、フルで入れれるね。で、追い打ちを1つ。あー、入れれないか。追い打ち無理か。無限でも入れとけ。あ、入れれないや。まあ、オーバーチャージだけでもね、十分なんで、これで、いっときましょう。ドラでドーンってやって、3倍ダメージになってから、森を、ポンと。いや、多分半分ぐらい減らすんじゃない？おそらくね。おそらく半分ぐらいだよ。ほら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 。ほらほら。えぐい。余裕。でもね、途中でね、ドラに変えると、若干難易度が上がるかな。ダンジョンの。うん、ちょっとね、やっぱゴーレム強化していかないと、めんどくさい場所があるんだよな。なのでドラを持ってくるっていうのはちょっと難しいかもしれない、慣れないとね。でもボスは3発で倒すことができます。これが最速だね。ドラと森の矢筒とツインボウ、これが最速だと思います。あとね、もう一個あったんだ。防具をあれだ、狩人のやつで行ったんだよね。でも途中でね、どうしてもきつくなって2回やられちゃって、もう強化メールに変えた。あれで来れば、遠距離ダメージが 30% 上がるんで、確実に2発で倒せると思います。ただ、あれを着て上まで来るのは、かなりの難易度だと思う。まあまあ、現実的なところで、森の矢筒と、ツインボウ、それだけで十分と思います。相当早く倒せる。では3つ目、何が出る、お願いします。バカ野郎か、なんだこれ、ひどいな。フレイルなんかよく出るね。俺フレイル多分もう3つぐらい持ってるよ。263、これはいらねえな。ダイヤモンドの剣か、263で、チェーンがついてる。チェーンはね、俺の中ではもうデバフなんだよね、これ。ちょっと使いにくい。山猫。まあ、クールダウンついてないね。どうしようか。あー、なんかダイヤモンドの剣欲しいって言ってた視聴者の方いたな。でもチェーンがついてるしね。エンチャントも、まあ、輝き、クリティカル、爆発で、まあまあ悪くはないか。一応取っときますか。まあ、黄金にね、売ってもいいし、これにします。はい、ということで今日も3周やってきました。これだったね。軽快な亀の防具、踊り子の剣、ダイヤモンドの剣ですね。今回もちょっと、いまいちでした。まだまだね、周回は必要な感じです。頑張っていきます。それではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。